様が一番じゃん。孤独の社畜の20年の資産総額、俺はこんなに働いてもこんなに働いてもこれだけしか、畜生、みんなどうやって生きてるんだ、どうやって働いてるんだということで、じゃあ早速皆さん大関心のグローバルウェイ、グローバルウェイからいきましょう。グローバルウェイ、蓋を開けてみましたら結局ストップ安、2年ストップ安となっております。予想通りといえば予想通りですけれども、私もビクビクしながら昨日300株購入してドキドキしながら待っていましたが、結局爆発的に値下がりしました。皆さんの予想通りでございます。やはり稲穂になってはなりません。マイナス 18.54%、 100株私はちょっと直前で嫌な予感がしたので200株売却しましたので、なんとか被害を防ぎましたがけれども、結局それでも恐ろしいことで1株発生もするのでですね、マイナス 14.38% まで下がり、評価損益ご覧の通りマイナス11万です。恐ろしい、1日でマイナス11万が吹いた。別に利益確定をしているわけではないので、まあ現状ではありますけれども、やはり株の恐ろしさを感じています。もしこれが仮定の話になってしまいますが、7月に察知していればグローバルウェイはその時はまだ、7月の時点では今の40分の1ぐらいですかね、金額は。ということで、まあギャンブルといえばギャンブルかもしれませんけれども、やはりそういう先を見る目というのがいかに人生大事かということがよくわかります。何事もそうです。仕事にしても、株にしても、不動産にしても、人間関係にしても、そうです。皆さん、いかに先を見て付き合っていくか、そういうところを大事にしてください。まあそれもただの一つとして、本日のストップ安、そうです、グローバルウェイだけということになっております。まあただ明日以降または分かりません。こればっかりはまた上がってくる可能性もあるので、引き続き私は100万ホールドしていきたいと思っています。しかし捨てる紙あれば拾う紙あり、皆さんこれをご覧ください。実は昨日の夜テスラが爆上げして、夜にテスラがなんと1024ドルまで爆上がりしました。 12.66% です。115ドルプラス含み益となって、私も慌ててインしましたけれども、さすがに衝動で掴み取ることはできません。ですがテスラはまさかここまでイーロンマスクをやるとは思いませんでした。いくら電気自動車とはいえ、まあ他の、まあ、競合他社もありますし、まあそうは言ってももうそろそろ挑戦があるかと思いましたけれども、全くそんなことももうものともせずここまで登ってくるということで、やっぱアメリカの企業っていうのはすごいですね。日本の企業と違って、なんかこう安定性というか、なんていうか自信というものはみなぎってる感じがあります。まあ結局私もなんとかインできましたけれども、6万5000円のプラスになっています。ただ明日以降もちろん10株すでにもうこれで、966ドルということは1株がなんと9万6600円もします。ということはもうすでにこの時点で1024ドルになってますので、1株買うのに10万かかります。なんで10株でしょうか。もう任天堂とかあのユニクロとかそういうレベルです。まあ、いわゆるそのもう一般の何ていうんですかね、こう簡単に購入、1株購入するにもちょっとエネルギーがいるというようなレベルになってきていますけども、ただそういういわゆるリスクを取っていかないと一旦は得られないということで注視していきたいと思っています。まあ、株としては全体的にはそうですけれども、今日もまたいろいろ面白い株がありましたね。例えばフロンティアは上がりましたね。またフロンティアはやっぱりこの企業自体のやっぱり AI を使った、まあ、自動翻訳ということで非常にタイムリーであり、まあ、時代に乗っているということもあって 13.27% 上がりました。フロンティア2158、大変調子が良くなってきましたけれども、私も買い増しをしておりますけれども、ただ、まだちょっと板が薄い気がしますね。あとはあの井村さんで話題になった三井松島ホールディングスも上がってきています。あとはウエストホールディングス、そしてレノバ、この辺り再生可能エネルギー関連銘柄もちょいちょい上がってきていますけれども、まあ、ただこういう再生可能エネルギーというのは長期に見ていかないといけないなと思います。その短期でバイバイするようなものではないということです。
あと私がちょっと気になっているのが、まあコロナがですね明けてくるので、いよいよ今日から東京と大阪が時短営業が終わります。ということはもう 夜中飲み屋をやってもいいということになってくるんですので、まあ例えて言うならこの鉄人化計画とかですね、カラオケの鉄人ですね、やっぱり上がってきましたね。 7% 上げてきてますね。とはそうですね、半導体が今日は上がりましたので、半導体メーカーで言えば MI ボックスですかね。このあたりもやっぱり上がってきました。もともとこの銘柄自体がいいので、今後伸びるんじゃないかな、半導体関連ではありますけれども伸びてくるんじゃないかなと思います。どうでしょう、あとはまあでも東京製鉄、これは東京製鉄は今日も調子良かったですね。やっぱり、まあ、これから鉄、まあ梅原さんもおっしゃってましたけど、これからは鉄の時代になるでしょうね。海運株から鉄にシフトしてきてるような感じもします。今資源不足って言われているので、資源関連に銘柄が集まってる、会員が集まってるっていうのもあるんじゃないかなと思いますけども、まあそういったら三井松島もそうですし、まあ原油とか資源系がちょっと株が上がってきて、それアメリカ株も同じなんですけど、ちょっと全体的に上がってきてるんじゃないかなという感じがいたしました。あとは私が気になるのは、あ、これですね、ココナラアプリで有名ですね。ココナラっていわゆるマッチングアプリですけれども、まあお仕事のねマッチングアプリですけれども、これもまあ個人や知識やスキルをオンラインで出品できる EC 型スキルシェアサービス、ココナラ。ココナラのちょっと調子が良くなってきてるなというのが思います。まあこれだけ、コロナが明けてくるとちょっとこういう企業が元気が出てくるんじゃないかな、まあ情報通信業ですけど出てくるんじゃないかなと思って、今まだ株も相対的に安いですけど、まあこういう実力のある企業が伸びてくるとは思います。あとは私が一押ししていたライトアップとリビングプラットフォームが苦戦を強いられていますけど、ライトアップはちょっと調子は取り戻してきてます。ライトアップは社長さんが筑波大ですかね、なんか分室化で非常に優秀な方で個人的に気に入ってるっていうだけで、まあ業績でも、これはいわゆる中小企業のその援助するようなその補助金とかですね、そういうのを素早く的確に支援できるような助成金ですね、中小企業向け助成金診断システムとですね、ローンコンサルをやってるということで、まあ社長さんが言ってましたけど、中小企業全部こうまあ何ですかね、利益を上げていければ日本が元気になるみたいなモットーを持ってやってらっしゃるということで、まあライトアップっていうのも、もともとライトっていうのは書くっていう意味らしいんで、まあ物書き、もともと書くのが好きな方みたいですけど、ということで、あとは特にまあこれといったものはないですけど、まあなんかめちゃくちゃ上がっているのは、Nチェンジがなんでこれどこまで行くんだっていう感じで、もうこれも再生可能エネルギー関連ですけど、あとは、これ面白いのが、いわゆる電力とかガスとか切り替えの時に、プラットフォーム、いわゆるそのクラウドで DX で自動的に支援をしてくれるっていう、なんですか、適正な電力ガス切り替えのプラットフォームをこう、なんですかね、提供してくれるっていう、なんかこう、わかりやすい、まあ今増えてるじゃないですか、電力ガス、いろいろ会社が。そういうのを、なんです、効率よく、的確に言うと、ユーザーと企業側をマッチングしてくれるような、そういう事業を展開してるっていうのが面白いなっていうことで、個人的には、ちょっと注目してますけれども、ただ、いかんせん、その、再生可能エネルギーだけで、エネチェンジと、レノバと、まあウエストホールディングスっていうことで、ちょっと多いなっていうのが個人的にありますので、整理をしていかなければいけないなと思っています。まあ、あとは、まあ、私が個人的に押し続けている仮想通貨ですけども、やっぱ仮想通貨全体的にアメリカでも日本でも関心が高まっていて、まあ、全世界的に関心が高まっているので、まあ、例えばこのリミックスポイント3825、リミックスポイントとかも上がってきているんですね、実は。
リミックスポイントも仮想通貨関連で上がってきていると思います。これは暗号資産交換所ビットポイントを運営している。あとは電力の小売とか中古車売買とか、まあなんか高く、まあホテルの機械開発も展開して多角的に経営している会社ですけれども。まあこういう会社面白いかなと思いますよね。いろいろやってますね、これね。例えばこう、エネルギー関連もやってるんですよ、実は。まあとにかくなんかいろんなものに手出そうとしている感じはありますけど。まあ、こういう会社が、まあ、ちょっと多角化しすぎて、なんかこう、芯がなくなってしまって、結局埋没してしまう恐れもなきにしもあらずですけれども。どうでしょうか？これから伸びてくる可能性はあると思います。あとはさっき言った、仮想通貨関連で言えば、そうですね、仮想通貨関連で言うと、まあ、これは仮想通貨関連じゃないですか、ピクセルカンパニーズっていうのは、これはゲーム関連ですね。カジノ向けゲームマシンと産業、これもまあちょっと再生可能エネルギーも入ってますけど、まあ、これもちょっといろんな事業を展開していて、まあこれっていうものではないですけども、まあこれも全体的に株は、まだちょっと、ものすごい、なんですかね、こう、割安っていうか、まあ、定位株なところですから、値幅が多分かなり、値動きが激しいと思いますので、ちょっとそこら辺が気になるところではあります。あと良かったのは、こう、新日本科学2395、1444円で終わってますが、新日本科学はずっとこれが上がり続けて、最近はあまり下がってない。まあ、値動きするとちょっと若干ありますけども、調子が一番いいんじゃないかなと思いますね。これは、まあ、臨床試験とか受託の最大手、まあ、医療機関支援も展開っていう感じですね。米国の市場にも展開していて、製剤にも本腰を入れてくるっていうことです。まあ、こういう実力のある企業に投資をしていると安心できますけれども、ちょっと、まあ、かといって、まあ、みんながみんな、その業績とか、まあ、あと、慈愛とかもあるので、そう簡単に、みんながみんな右肩上がりというわけにはいかないということです。あとは、この、CAICA、これも暗号資産関連で伸びてると思いますが、今日はちょっと下げています。2315。まあだから、まあ私が今購入しているのは、暗号資産関連と、再生可能エネルギー、そして、まあこういう原油とか、あとは資源関連をちょっと分散して投資をしていると。日本株はちょっと正直、苦しいところですね。まだ馴染みあるんでどうしても購入はしたくなるんですけども、アメリカ株が正直今調子がいいと思います。まあ、個人的にはね、こういうリビングプラットフォームのような、いわゆる、障害福祉施設とかに力を入れてる企業は応援はしたくなるんですね。やっぱり少子高齢化で、まあ、これから、確実に需要がある、事業ですし、まあ、あとこれも、介護施設、と、障害者支援施設、あと保育施設。まあ、ほとんど介護施設ですけども、障害者支援施設と保育施設を展開しているということなんで、ちょっと、まあ、アナログ的な業務ではある。まあ、DX とかちょっと、IT とかとはちょっと違うんですけども。まあ、ただ、これからちょっと期待をしたい、というか応援をしたいという企業ではあります。あとはどうですかね。まあ、このアドマテックプラズマテクノとか、フェローテックホールディングスとか、インティメイトマネージャーとか、このあたりはちょっと正直テクニカル的なところで購入しているので、あんまりその業績とかを見ているわけではありません。これですね、アドマテックプラズマテクノ。まあそうですね。このあたりはちょっと、まあ、様子を見ても、下がり始めたら売却を検討せざるを得ないと思います。そして、これですね。6573、アジャイルメディアネット。アジャイルメディアネット今日、冷やしで見ると、一分足で見ると、ちょっと最後下がりましたけれども、まあ、この企業も、
まあ、これもどっちかっていうとあれですね。コロナ。まあ、こういう IT 系といえば IT 系ですけれども、ちょっと、なぜ上がっているのか正直、すいません。テクニカルで見てるので、ここら辺はわかりませんが、まあ、いずれにしても、まあ、ちょっと分散をしていると。前は、2、3万円銘柄に集中投資していましたけれども、ちょっとあまりの日本株が、これっていう、例えばテスラみたいにずっともう右肩の神のように上がっていく、もう買ってれば勝てるみたいな株がもうないので、分散して投資。かといっても現金で置いとくのはもう敗北者に等しいので、とりあえず、まあ債券とか金とか買ってもね、ほとんど意味がないのでですね。まあ、かといってね、不動産を買ってもね、不動産失敗したら終わりっていうところもありますし、まあ、現金で買えればいいんですけど、現金で買うのはやっぱり3000万必要ですから、まあね、融資が降りればいいんでしょうけど、まあ、融資が降りたとしても、いわゆる、ね、お客さんが入ってくれないと、いわゆる、入居者がいないと、まあ、いわゆるお金の手出しが出てくるだけっていうので厳しいですよね。ということで、最後に、じゃあ今日は、仮想通貨は今どうなってるかというと、またちょっと戻してきてますね。またガーンと下がりましたけども、夕方、16時前後にガーンと下がりましたけど、またこう、ぐぐっと戻してきて、今は、1965に、私の保有数は1965万程度で、日銀総預金はマイナス6万8544円になっています。どうですか？冷や汗で、冷や汗で見ていくと、今日は、あれですね、拮抗してますね。売りと買いが拮抗してて。まあ、月次もちょっと下がっていますね。月次500万円、500、600万程度で。レンジは1200万ぐらいですけれども、まあ、この後年末にかけてどうなるかというところだと思います。いい材料が出ればいいですけれども。まあ、ただ、こっからまた下がっていくというのはちょっと考えづらいんじゃないかとは思いますが、じゃあ今日は最後に、まあ、とりあえず今日の総資産は、これですね。私の総資産はこれです。6865万3460円で120万ほど減っている、ピーク時に比べればということで、これは日本株のせいです。アメリカ株と日本、えー、アメリ、日本株が一時400万ぐらいまで含み益が出たので、それはグローバル A ではなくて、レノバとウエストホールディングスと、あとは、リビングプラットフォームと、あたりですかね。そのあたりがだいぶ調子が良かったときはそのぐらい来ましたけれども、やっぱりアメリカ株が今、含み益が250万ぐらいで、日本株が今、今日で、確か30万ぐらいですね。30、40万ぐらいなので、まあ、ピーク時に比べると、やっぱり一つの銘柄やっぱ研究して突っ込まないと、まあ無理ですね、これ。まあ、かといって、そんなね、プロフェッショナルでもないので、なかなか難しいと思います。ということで、皆さん今日はどうでしたでしょうか？私は日々、疲れを持ちながらも、しかし、株式はやはり、日々お祭りだと思っております。人の欲望にまみれた人間社会、資本主義社会、まさに、みんな金、世の中金が全てだと思ってる連中が、まさにギャンブルのように投資をして、まあもちろん皆さんテクニカル分析とか、企業分析とかしてしっかり予測してやってるんだとは思うんですが、あとはそうは言っても、ね、落ちるときは落ちますから、地合いもありますし、難しいですね。ただ、まあ現金でほっといて、世の中にブーたれてる連中よりはよっぽど投資家の皆さんの方が素晴らしいと思います。やっぱりチャレンジをして自分の頭で考えて、投資信託に任せて、バカみたいに人の手に任せるよりは自分の頭で考えて、自分の力で、世界を切り開く、人生を切り開こうとしている皆さんの方がよっぽど素敵でございます。私も皆さんに負けないように日々自分の人生を切り開くため、アメリカ株、日本株、そして不動産、そしてもちろん、自分自身の投資、自己投資もしっかりやりつつ、健康で文化的な最低限度の生活、それを法律に任せっきりにしないで、まさに鉄人化計画でいつかカラオケを皆さんでできる日が来る日を楽しみにしております。仮想通貨にうつつを抜かさず、ここならで自分の能力をアプリで載せて、そして半導体、いつか需要が、持ってくるかと
思うんですけれども、まあ、結果のところ、すべて人生は運不運ということに落ち着きます。それでは皆さん、今日はありがとうございました。私は個人的にはまだまだウエストホールディングスじゃねえ、あちら、あれですね、今日、ストップ安をつけてしまいました。グローバルウェイです。グローバルウェイ3936。この企業、まだまだ期待をしていますので、明日以降もちゃんと注視をしていきたいと思っています。加賀夢中さんの、面白いツイートを見ながら、今日も励まされ、頑張っていきたいと思います。そして、井村さんの三井松島ホールディングスは、今後まだ上がっていくんでしょうか？まだまだ先が見えませんけれども。あとは、コロナ、ポストコロナでいよいよ、飲食店関係の株が上がっていくのでしょうか。そうすると、いわゆるリモート、在宅系の株が下がっていく可能性がありますけれども、そのあたり注視しながらやっていきたいと思います。皆さん、それでは、ごきげんよう。今日は長くて失礼しました。さよなら、さよなら。鬼山うどん、ありがとうございました。失礼します。